抗日暴力疑惑が持たれていた韓国俳優チョビョンギが、疑惑を暴露したネットユーザーから謝罪を受けたと明かした。所属事務所 HB エンターテインメントは27日、公式立場を出し被疑者が警察捜査中、インターネット上に投稿された文章が虚偽事実だったことを認め、これを深く反省する公式謝罪文を先頃送付してきたと明かした。これを前に、チョビョンギ側は校内暴力疑惑を浮上させた多数のネットユーザーを相手に法的措置を取ると伝えていた。以下、HB エンターテインメントの公式立場文の全文。こんにちは。HB エンターテインメントです。当社所属の俳優チョビョンギに関する数々の報道に対し、立場をお伝えいたします。当社は、俳優チョビョンギに関する根拠のない校内暴力疑惑を浮上させた投稿文の作成者らに対し法的措置を取り、被疑者が警察の聴取を受けていたところ、インターネット上に投稿した文章は虚偽であることを認め、深く反省する公式謝罪文を先頃送付してきました。一方、この事件捜査と関連し、俳優チョビョンギは自身の学生生活記録を含めて自身の学生時代を近くで見ていた先生方と多数の同窓生らの陳述及び証言を捜査機関に提出したこともまた事実であることを伝えます。外国国籍の匿名文の作成者については、警察捜査を通して被疑者が特定されて身元を確保し、被疑者の国内入国時に法的手続きが進行される予定です。今後も所属事務所は、俳優チョビョンギと関連する根拠のない刑事物及び悪質なコメントに対して、積極的に対応する方針です。ありがとうございます。五輪中継で炎上続きの MBC、競泳のファン・ソンウ選手の決勝進出を伝える字幕でと表示。五輪中継で国内外から批判続出の MBC、今度は柔道で韓国選手の銅メダル獲得時にキャスターが我々が望んでいた色のメダルではないが、と発言して再び炎上。テコンドーで銀メダルを獲得したスペインのアドリアナ・セレソ・イグレシアス選手。帯に入れた韓国語がちょっと理解困難だけど一生懸命さが伝わると韓国で話題に。記者ハード、夢大きなと書かれている。